はい、いつもご視聴ありがとうございます。西田製作所です。今日ですね、先日、生配信した時に皆さんご自宅で使ってるアンプなんですかっていうお話が盛り上がったので、ちょっとですね、各 SNS でですね、皆さんのご自宅のアンプなんですかっていう、ヒアリングをちょっとしてみました。コメントたくさんいただきまして、サンプル件数だけで言うと全部で180台ぐらいのサンプルいただきまして、で、ちょっとだいぶね機種が分散しちゃったんです。で、この機種っていうランキングがなかなか難しいところではあるんですけれども、メーカー別 と、機種別のランキングをちょっとやってみたいと思います。ですね、投票はですね、2日間ほど行いまして、主にツイッターとフェイスブックと、そうですね、あとこの YouTube のチャンネルでちょっと募ったものをまとめております。メーカー別第10位からで、第10位同率でですね9とありまして、第10位がですね、PRS、ポジティブグリッド、PB、ニューエックス、そしてマッチレス、ハイワット、フェルナンデスで、ボグナー、マットキャット、そんな感じですね。で、第9位これも2つありまして、 DV マークと VHT。VHT ちょっと分けようか微妙だったんですけれども、現在のチャイナ資本の VHT とそれ以前の VHT があるんですけれども、ちょっとそれまとめさせていただきました。スペシャル6ってね、現在の VHT、 サウンドハウスさんとかでよく売ってるスペシャル6が割と人気ありったようです。で、 DV マークやっぱね、ジャズ系の方に人気ありますね。この辺はリトルジャズと、あと、12ですね、ジャズ12、この辺が人気ありました。はい、そして第8位は、トゥーロックとフェンダージャパンとブラックスター。こちらトゥーロックはね、割といろんな機種に票が分散してたかなという感じでした。で、フェンダージャパンもね、同じでサイドキックシリーズとかいろんな機種、歴代の機種、あと SV20 とかね、あれすごい売れたんですけれども、その辺と分散で、ブラックスターは、ほとんどがでしたね、得票は。さあ、そして第7位が、オレンジでした。はい、オレンジもね、これ機種だいぶ分散しました。マイクロテラーとか、TH30 とかロッカバーブとかいろんな機種に分散しました。第6位が、ヤマハとグヤトン。ヤマハもね、いろいろ分散しましたけど、やっぱ圧倒的に THR が強かったかな。 THR シリーズで5とか10とか全部まとめると結構な得票数だったような記憶があります。あと意外なところで F の50あたりは自宅で使ってるっていう方が多かったです。はい、グヤトーン、こちらもね、フィリップ中心にだいぶ票が分散しちゃったんですけれども、やっぱフィリップの 200FC とかあの辺が人気ありましたね。はい、そしてベスト5、第5位がですね、メサブギーも、これもね、だいぶ機種が分かれました。割と多かったのがスタジオ22、まあ、やっぱ自宅でちょっと大きめですけれども、スタジオ22かと思うとマーク1、マーク2なんて方も多かったです。はい、そして第4位がローランド。ローランドはまあジャズコーラスですねとキューブに分かれる感じで、思ったよりね、 JC22、JC20 ばかりにならないで、意外と機種が分散した感じです。はい、そして、ベスト3なんですけれども、やっぱりねという結果になるんです。ベスト3、第3位はボックス。ボックス、その第2位の次のメーカーとね、かなり接戦でした。ボックスはね、割 と、パスファインダーとかが多いのかなと思ったんですけれども、MV50 シリーズがかなり人気ありましたね。はい、そして第2位、こちらがなんとですね、フェンダーです。第1位のメーカーも想像がつくかもしれないんですけれども、第1位のメーカーと大接戦かというと、ちょっと大きく開けられちゃった印象ですね。で、ちなみにフェンダーとフェンダージャパン、ちょっと今回都合によって分けたんですけれども、フェンダーとフェンダージャパンを足しても第1位のメーカーにはちょっとかなわなかったっていう感じです。で、フェンダーだと割とデラックスリバーブ、プリンストンリバーブ、この辺が多かったかなという印象がありました。で、栄えあるメーカー別部門だ第1位はと言いますと、こちらはなんとマーシャルです。マーシャルはね、もう本当に歴史も長いし、レンジも広いので扱ってる商品なんですね。だから MG シリーズからもうそれこそ1959とかヴィンテージまでね、そういったものまで幅広くありました。もう圧倒的にね、マーシャルがリードしてましたね。
そして今回のアンケートで思ったんですけれども、あの自宅用だからってちっちゃいアンプじゃなくて、割とですねマーシャルのようなこう 50W 以上のものを、まあ、キャビネットの間にアテネーターを入れて自宅で使ってますとか、まあ、あとあの割と意外とリアクティブロードを出てきたおかげであの自宅で使えてるっていうケースが多いようです。でそれもあってだからマーシャルのこう特定の機種っていうのがなかなか伸びてあるのかなという印象がありました。じゃあ各機種別のねランキングに入る前にちょっと番外編的にアンプではないっていう方の、4票あったんでちょっとその、ご意見もちょっと聞いてみたいというところです。まあやっぱもっと来るかなと思ったんですけれども、ケンパー、ね、ケンパーが1票ありました。あと、ライン6の、ポットですね。ポットの何だったっけな、ライン6のあマイクロポットですね。マイクロポットちっちゃいやつですね、あれがでヘッドホンっていう方もいらっしゃいました。あと、ニューラル DSP のクワッドコーテックス、もうこの辺もあのもっとね高いですけど、まあ、あのプロファイリングとかもできるんでもっといるのかなと思ったんですけれども、これも1票。あと、やはりもう今の時代の流れなんでしょうかね、あの完全にオーディオインターフェースからあのレコーディングソフトのプラグインであのアンプのシミュレーターとかを鳴らす、まあアンプのシミュレーターというよりはエフェクトと EQ で処理してますっていう方もいらっしゃいました。まあこの辺はねあの時代の流れでね正直もっと多いかなと思ったんですけれども、やっぱあくまでもねギターアンプ専門店である当店を Twitter をフォローしてたりあの YouTube 見てらっしゃるっていう方だと、やっぱちょっとギターアンプの方まだまだ捨てたもんじゃないというかギターアンプに寄った感じになるのかなっていうところでした。はい、ね、もっとこういうもの、増えてくるかと思うんですよね。住宅事情もありますし。それではですね、いよいよ、本命の、機種別のランキングに行ってみたいと思います。はい、じゃあ続きましてね、機種別部門は、これがですね票はすごく分かれちゃったので3位、2位、1位と、まあ、ベスト3ですね、ベスト3という感じで行ってきます。3位がもうね同率18機種あって、2位が、5機種で、1位がですね意外なことに1機種になりました。3位に関して言ってきますと、ですね、ヤマハだと F50 の112、これが意外と多かったですね。あとボックスは AC4 のハンドワイヤードケンブリッジ FT、 最近のやつですね、 YouTube 搭載の方ですね。あと MV50 のブティック、あとそうですね、そんなところが多かったです。あと、次がニューエックスで、マイティエア、あと、VHT の、ね、スペシャル6も割と多かったです。そしてあの先ほど言ってた、メーカー別部門で第5位だったメサブギーの、スタジオ22とマーク1、この辺が多かった3位に入ってます。あと3位マーシャルだと JTM30、 あと JTM の、50周年モデルのですね 1W のヘッド、そして、あと同じく50周年モデルの JMP の 1W モデル、 1W モデルがねやっぱねいろいろ分散しちゃったんで、マーシャル単独でバーンっていうのは多いのはないんですけれども、やっぱりこれがすごく票を稼いできたっていう印象がありました。で、グヤトーンがあと多かったのがフィリップのやっぱり 200FJ ですね。 FJ がすごく多かったです。はい、あとヘルナンデスの、FA20D というモデルが、これが割と票が多かったですね。これねあのステレオでエフェクトが入ってるタイプだったと思います。はい、あとですねフェンダーが3機種、スーパーチャンプ、これはオリジナルのスーパーチャンプですね。 XD とか X2 じゃないオリジナルのスーパーチャンプと、あとデラックスリバーブ、デラックスリバーブは前年代対象にさせていただきました。リーシューも対象です。そしてあとベースマン、ベースマンもこれ、ツイードから、ですね、あのブラックパネル、シルバーヘース の70とか50とかもあの対象になってます。はい、この3つがフェンダーでは、3位で多かったですね。そしてあと DV マークのジャズ12、こちらも多かったです。そしてあとバッドキャット、バッドキャットはブラックキャットの 30R、 この辺が多かったです。はい、そしてハイアル2位は、全部で5機種です。はい、ヤマハの THR10、 これ THR は10もあの各派生バリエーションと、あと現行の2も含みます。はい、そしてあとボックスは、MV50 クリーン、これが多かったですね。そしてここでなんと意外とやってきたのはマーシャルの1959、やっぱりこの辺でアテネーターとかリアクティブロードを使ってる方が多いようです。
挟んで、まあ、自宅用といっても妥協せずこう100ワットを鳴らすっていう方が多かったですね。はい、そして、あと2台がですね、フェンダーのブルースジュニア、まあ、これはやっぱりちょっとね、環境によっては自宅で持て余すんですっていうご意見も多いんですけれども、やっぱり、ね、サイズ感とかちょうどいいのか自宅用に多いという結果になりました。そしてあともう一つがブラックスターのフライ3、まあ、これは本当ね、電池で動くちっちゃなアンプですけれども、自宅というか本当ベッドルームでねちょろっと弾くのにすごくいい感じで、まあ、これだとね集合住宅でも安心して弾けるんじゃないかなっていうところで人気がありました。さて、それでは行ってみましょう。さあ、はい、機種別ランキング、なんと第1位確保します。でーん、じゃかじゃん。はい、そんなわけでなんとマーシャルの1987です。これね、ヴィンテージからリーシューまで含む全年代で、圧倒的多数で1987というご意見がありました。これね、やっぱりこれもアッテネーターで運用する、もしくはちょっとこう地方にお住まいでなんとか鳴らせる、もしくはリアクティブロードを使う、そんなご意見が多かったです。1987やっぱね人気あると思います。修理とかでもねマーシャルの中では割と多いです。まあこの結果はね正直当店な、アンケートならではの結果だと思います。もっとねいろいろ広い層にアンケート取ったら、もうパスファインダーでとか、あとマーシャルの MG とかですね、あとはヤマハの THR なんかもっと上の方にやってきたんじゃないかと思います。まあでもこうやってね頑張って鳴らしてるところを見てると、非常にこういう修理の仕事をしてても励みになります。そんなわけでですね、ちょっとこれ当店独自のランキングというかですね、ちょっと少し特殊なランキング結果になったかもしれませんけれども、ご参考になれば幸いです。はい、そんなわけで西田製作所、神奈川県相模原市でギターアンプのリペアと販売をしております。YouTube チャンネルでは、このような動画とかですね、あと修理の模様や、そして商品の紹介、試奏動画なんかを、やっております。ご興味ありましたらぜひともチャンネル登録、そして今回の動画面白かったら高評価もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。